大久保定治6月15日から1973年2月10日は日本の大倉官僚。銀行局長時代に定人事件の被告となるも無罪判決を受けた。関和家の養子となっていたため前半生までは関羽定治と名乗る。大久保の局長在任時は主に斉藤内閣の時代で大久保は大倉大臣高橋小歴を補佐する。 斉藤内閣は、定人事件で総辞職した。鹿児島県に生まれる。長兄が、トンネル兵となっていたことから北海道ことに村に移住し、17歳で、関は藤彦の養子となった。札幌中学、第一高等学校を経て、東京帝国大学法科大学を卒業。文官高等試験に合格し、大倉省に入省する。同期生に、主席の後藤文夫や、 石黒忠厚などがいる。官歴は大蔵族に始まる。大蔵省事務官、同所記官を経て、二国、英国各中東財務官代理、国際連盟総会随員を歴任。第一次世界大戦終結後の独国による対日賠償に関わった。銀行局検査課長、日本銀行と横浜商金銀行の検査官を経て1930年3月。 銀行局長に就任。1934年定人事件で収賄に問われ、休職となる。しかしこの裁判は、被告16名全員が無罪となった。穂住重藤は、定大同期性有志101名を代表して、大久保を弁護した。その後は北市が開発理事、同社経理部長、金属回収統制会社社長を務めた。戦後に、公職追放となり、 同京更新の育英事業に尽力する。1905年、大久保は、土井通次と北海道学生会を創設していた。1933年、会は、財団法人北海道在京学生講演会に発展し、その初代理事長に就任。東京大空襲で寮が消失したため、他の一人と個人保障で有志を受けて再建した。1970年まで在任し、 前年には、乱受法賞を授与されている。大久保の妻は、大新委員長、池田虎次郎の妹住み。フランス文学者、大久保テルオミは長男である。関羽家は、長男、次男が創生したため大久保を養子とした。後に三男、関羽保元が誕生するが、大久保は、大倉省課長時代まで、関羽生を名乗っていた。 文館高等試験合格者指名内覧の県分割。3分割2。レフ。B08061207900 本法。会社関係雑見、北市開発及び中止復興株式会社。共課外通帳関係第3管外務省。外交資料館。連盟総会図院東京日日新聞1921.824定人事件に。 無罪判決大阪朝日新聞1937.1217夕刊。ありがとうございます。